福岡県立響高等学校福岡県北九州市戸畑区天来寺一丁目にある男女共学の公立高等学校2003年4月旧戸畑中央高等学校が制度改変され誕生した定時生単異性高校福岡県内の公立高校としては博多青少高等学校に次いで2校目の民生高校である校訓を自助、自継 親愛とし、求める、生徒像を、堅実と無力を持って、生涯の道を進むこと。夢に向かって自ら選び、自ら学ぶ意欲を持ち、心豊かにして、たくましく生きる人であることとしている。定時性単位制家庭普通化である。定時制であり、愛部、2部、3部の3つの部が定められており、生徒がいずれの部下に所属し、所属する部を中心として、 生徒自身が自分の進度目標や生活スタイルに応じて自分だけの時間割を作ることができるというシステムとなっている。また単位制であり学年の区別を設定していない。生徒は自らの習得単位に応じて新入年次、在校年次、卒業年次という3つの年次を進んでいく。入学した年度はほとんどの生徒が新入年次に所属することになるが、 修得単位数が一定の基準を上回ると、卒業年次に所属することになる。新入年次から卒業年次に移行する間の年次が在校年次である。なお、1年間で修得できる単位数は32単位で、卒業するには最低76単位以上かつ、高等学校課程に3年間属さなければならないという規則がある。 他の高等学校で単位を習得した編入学生とは、習得単位数の状況と高等学校在籍の通算年数に応じて、響き高等学校での在籍期間を設定することができる。例えば、最短で半年の在籍で卒業していく生徒も存在する。多彩な科目、多様な難易度の中から自分で授業を選択することができる。まず、多くの科目で基礎。 標準、発展等の難易度別に設定されている。また、大学受験に対応した応用講座も併地されていることから、生徒は自らの学力レベルや進度目的に応じて講座を選択することができる。こうした講座数は全部で400を超えている。芸術家を例にとると、音楽、美術、工芸、書道の4科目が揃っており、 それぞれの科目で、例えば、書道 I から書道3のように上位科目まで設定されているので深く学ぶことができる。さらに、国語科では小論文講座、社会を知り、自分と出会う表現活動、外国語科では、ハングルや中国語、情報科では、ネットワークシステム、マルチメディア表現を学ぶことができるし、商業科目は全て専門科目が設定されている。 一方、響き高等学校独自の教科としては、環境情報が設定されている。この、環境情報では、マスターティーチャープログラムに参加しており、アメリカの高等学校とインターネット回線を通じた、テレビ会議で日米の生徒が共同で、環境問題に取り組んでいる。在籍中に取得したワープロ検定や英検、眼検等の資格や、検定の成果、高大等連携事業における、 学校外での学習成果も卒業単位とすることができる。広大等連携事業では、響きの生徒が大学や専門学校の通常の講義を受けることができるシステムである。生徒が選んだ講座を半年から1年間かけて受講する。大学進学希望者にとっては、自らの進路希望をあらかじめ深く学び、自らの適性を確認することができる。一方、 公務員試験受験希望者にとっては、専門的で実践的な講義を受けることができる。ことから、ほとんどの公務員試験合格者は、この講座で学んでいる。福岡県内全域、最寄り公共交通機関。ありがとうございます。